そうですね、中国人の方との触れ合いというかはもう中国スタッフの方しかまだ触れ合ってないんですけれど、やっぱり中国人の方って英語もあまり通じなかったりとか歯がゆい思いはたくさんするんですけど、すごくみんな温かいし頑張ってくれてるし、うん、自然もたくさんあるし、あとやっぱり一番はパンダですよね。もう無条件にこう癒してくれますよね、うん、どんだけ自分が落ち込んでたり疲れてたりとかしても、なんかこうパンダ見てると安らぐし、うん、癒されるし、なんかそういう、なんて言うんだろう、パンダってそういうつもりでね、別に遊んだりとか日常を過ごしてるわけではないんだけれど、そういうふうに僕たちはこうそういう目線で見れるっていうのは、なんかこう、なんて言うんだろうな、人間のそれがまた本質的なものなのかもしれないし、子供だったり赤ちゃんを見て可愛いって思うような感覚で、うん、だからなんかこう本当はね、もっとこうパンダと抱き合ったり一緒にね遊んだりとかもっともっとしたかったんですけれど、うん、本当に無条件に本当に癒される、うん、動物だなってまた改めて感じましたね。チェケラッチョの時は、まあライバルバンドだったんで、あまり僕もコミュニケーション取らない方がいいのかなって、まあ、役作りとして思っていて、多分彼もそう思ってて、あまりコミュニケーションは取らなかったんですけれど、今回はもともと抱いていた印象とは本当に違って、本当に稀に見るピュアな男だし、うん、すごく熱い男で、うん、なんか本当に、まあ、今時珍しいと言ったらねあれなんだけれど、本当に、うん、少年のまま大人になったような、うん、男だなっていう印象を受けて、で僕も彼もあんまり心